どうも、ボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。えー、今日もお酒飲んでみたシリーズやっていこうと思います。えー、今回で184回目でございます、えー。今回いただきますのは三井食品から出ております、広島レモンハイボールでございます。こちらのがアルコール7%、果汁0.2%でございます。えー、最近ちょっとあの店でよく見るようになったこの広島レモンハイボールですね。 はい、えー、三井食品というところが発売元みたいで、えー、製造はあのー、広島の参考食品工業ですかはい、えー、あちらでございます、えー、そうですねハイボールに、まあ、レモンが入っているというような感じですね、えー、果汁は0.2%ですけども入っているみたいであとレモン新積水も一緒に入っているみたいですね、えー、まあ、ダブルのレモンで、えー、ハイボール まあどういう味になるのかというのがちょっと気になったもので今回はこれをいただいてみたいと思いますうんでもどうなんでしょうね、まあ、飲んでみないとなんで、えー、まあワンハンドではい空きましたんでいただいてみたいと思います あ,あこれほんのりレモンの味がきちんとしますがえー、なんだろうな後味がひどいなこれあのウイスキーがすごい薬の味しますね何だろうな薬な <laughs> ウイスキー変だな何だろうなこれあのレモンの味がほんのりしてその辺の口当たりはいいんですよ飲んだ後はひどいですね 本当に薬っぽい味がすごくしますあの普通の何ですかああいうトリスとかのハイボールと比べて濃いのか何なのかが分かりませんけどもすごい薬の味がしますねちょっと私これダメですすいませんご視聴ありがとうございますチャンネル登録高評価低評価コメントなどよろしくお願いいたしますまた次回の動画でお会いしましょう